9.18歴史博物館は中華、人民共和国領年賞新洋市大東区持花、南町46号に位置する博物館、中国国家一級博物館、満州事変の発端となった、龍城湖事件の現場のすぐ横に建設された、中国側から見た、918事変以降の侵略と抗日戦争の歴史が、ジオラマ等を多用した展示により描かれている。 博物館の側には中国人民によって倒された作弾碑と旧日本中列史碑がある。これらはいずれも旧満州国時代に建てられたものである。1931年9月18日のカレンダーの形をした旧館と満州事変を暗誘した暗雲の彫刻がある入り口の巨大な新館がある。現在、旧館は閉鎖されているが、その象徴的な形から、 本館を紹介する写真などでは、こちらが写っていることが多い。新館は、照明はあるが、一般的な博物館に比べると少し暗い、旧南満州鉄道の線路上の流浄校事件の現場は、新館の裏にあたる。1994年より、江沢民の主導家で本館を用いた愛国主義キャンペーンがスタートした。日本からは、 村山富一や橋本龍太郎などの首相経験者や政府関係者が訪問している。毎年9月18日に龍城湖事件の記念式典が開催される。式典当日は周辺で反日デモが行われることもあり、地元警察による警戒態勢が敷かれている。抗日戦争の選手としての近日成の展示がある。新館の出口には江沢民の筆による持ち忘れ、 9.18の金色の彫刻がある。その他竜城古事件の首謀者として、板垣聖志郎と石原漢字のレリーフが掲示されている。その他当時の日本軍の消火器、蛍光品も小規模ながら展示されている。2011年に日本の漫画家が終戦前後の体験を描いた展示が行われたこともある。世界の平和博物館9.18歴史博物館。 広島平和メディアセンター。http www.hiroshimabeacemedia.jp media.com.wmuseum 2009長717億1658万1284 ja.html 2014年1月17日閲覧 中国若者が、日の丸燃やす信用の流情故事件式典。共同通信社。四十七ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ w w w 4七 n e w s j p スラッシュ cn スラッシュ二零一一零九スラッシュ c n 二零一一零九一八零1零零0 1六6 h t m l 二零一四年一月十九日閲覧。中国。 流浄湖事件82年で、式典半日でも警戒。共同通信社。十七ニュース、http w w w 四七 n e w s j p スラッシュ cn スラッシュ二零一三零九スラッシュ c n 2 0一3零9 1 8零1 0 0 0 9 8 h t m l 二零一四年一月十九日閲覧。漫画家の 私の8.15点中国信用で、千葉さんら、共同通信四 47news、h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2ス1 000 1 0 7 c n 2 0 1 1 0 7 1 0 0 1 0 0 0 4 3 8 h t m l 2 0 1 4年1月19日閲覧。 ありがとうございます。